まー、たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。今日もね、セブンイレブンさんに行ったらすごいものが売ってたんでご紹介しましょう。それがこちら、じゃーじゃん、ブッチョ塩鮭味ということでね、こちら味覚糖さんから出てますね、ブッチョ。ブッチョですね、美味しいんだけど、塩鮭味ってことでね、塩鮭味か。でね、こちらね、なんと鮭フレークが入ってるブッチョということでございますよ。でね、塩鮭味のソフトキャンディ、あとプチプチグミが入ってるということでね、こちらのね、切り身ちゃんとこのプッチョがね、コラボしたような感じでございますよ。じゃあね、早速、食べてみますか、プッチョ。まずね、これどんな感じなんだろう。はい、じゃあね、まずこれね、中身よいしょ、これうわすごい、鮭のね、切り身、わかるかな、あの感じ、鮭の切り身をイメージした、プッチョということでね、食べてみましょう。鮭フレークが入ってるからね、ちょっとじゃあいただきます。これ、あのね、なんだろう、鮭フレーク、まあ鮭の味するんですよ、すごい。あのね、鮭を食べて、ね、食べてプッチョを食べた感じがする。もうすごいね、塩鮭の味がするけど、まあこれはこれでね、ありかな。これ単品で食べるとね、いいかもしれない。早速ね、これ鮭味なんでね、塩鮭味なんで、お茶漬けにして食べてみましょう。はい、早速ね、じゃあご飯よそってきました。でね、これ塩鮭プッチョ切り身にしてみましたよ。もうこれ切り身ちゃんみたいです、本当にね。で、これを入れて、あとね、お茶漬けの素入れてみたいと思います。で、じゃあ作っていきましょう。まずは鮭切り身、よいしょ、まあ、こんな感じでいいでしょう。よし、で、あとはこちらお茶漬けの素、これもね、入れます。まあ、鮭茶漬けになりますからね、これもね。よし、あ、見た目全然普通の鮭茶漬けですよ、これ。おお、美味しそう。で、あとはお茶を入れて、よし、じゃあ早速食べてまいりましょう。じゃあ早速いただいてまいりましょう。もうね、お茶漬けの海苔のいい匂いがするんですよ。うわー、いい匂いするな。でもグミが浮けるし、まあ大丈夫でしょう。まあ僕信じてますから大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。よし、こえいただきます。うまい、うわ、まあね、いろいろあるわけですよ。切り身のね、鮭のね、鮭の焼き鮭のね、鮭フレークなんですよ、これは。鮭フレークなんです。甘酸っぱいお茶漬けになっちゃいました。だってね、これ伸びるからね。塩鮭味。塩鮭味。ということでね、こちらのブッチョ塩鮭味でございますけれどもね、これもね、ね、
結構塩鮭の鮭フレーク感の味が、面白い味がします。ということでね、コンビニさんの中にね売ってるんでね、皆さんぜひ食べてみてくださいということで、タテチンチャンネルまた。これはこれでね、あの特殊な味だからね、うん。この動画が良かった方はチャンネル登録、グッドボタンお願いします。